東京ビッグサイトで開催された2024国際航空宇宙展が、航空宇宙技術の最前線を示す一大イベントとなりました。この展示会では、日本、イギリス、イタリアが共同で推進する GCAP が特に注目され、次世代の戦闘機開発の野心的なビジョンが披露されました。展示されたのは、戦闘機間の機動性を超える速度と搭載能力を重視したデルタ翼の新型戦闘機。このプロジェクトは、既存の有人戦闘機に加え、戦闘支援を目的とした無人航空機の開発も含め、未来の航空戦力の革新を目指しています。東京で公開されたこれらの技術は、世界中の専門家や防衛関係者から高い評価を受け、新たな航空戦の時代への幕開けを告げています。2024年10月16日から19日の延べ4日間の日程にて、東京都は江東区の有明に位置する東京国際展示場、通称東京ビッグサイトにおいて2024国際航空宇宙展と銘打った展示会が催され、そこでの展示内容が注目を集めている。2024国際航空宇宙展は、その名称が示すように、航空、宇宙関連の各種の装備類の展示が行われたが、その中でも、我が国、日本を中心として見てみると、まず、GCAP、グローバルコンバットエアシステムが目につく。GCAP、グローバルコンバットエアシステムは、ご存知のように、日本とイギリスとイタリアの3カ国が参加、推進している、いわゆる第6世代と呼称される次世代戦闘機を含む、新たな航空システムの開発を目指す計画だ。この GCAP、グローバルコンバットエアシステムを通して、日本は、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を、イギリス空軍とイタリア空軍とは、現行のユーロファイタータイフーンを代替する有人戦闘機の開発を目指している。ただし、GCAP、グローバルコンバットエアシステムは、こうした既存の有人戦闘機を置き換えるだけに止まらず、それらに随伴させる各種の無人航空機の開発も包括した、まさに新たな航空戦力の獲得を志向したプロジェクトである。GCAP、グローバルコンバットエアシステムは、日本では三菱重工業社、イギリスでは、BAE システムズ社、イタリアでレオナルド社が、それぞれ主管する形で推進されており、その中核とも言うべき大元の有人戦闘機の機体そのものの開発も担っている。言うまでも、なく三菱重工業社社は、日本国内では最大規模の防衛関連企業ではあるが、イギリスの BAE システムズ社は防衛関連の専門企業であり、ユーロファイタータイフーンや、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの土台ともなったテンペスト計画を主管していたことでも有名だ。そのため、今回の GCAP、グローバルコンバットエアシステムにおいても、BAE システムズ社の影響力は他社と比較しても頭一つ分以上は抜けていることは否めず、同プロジェクトでも主導的役割を果たすと目されている。今回の東京ビッグサイトにおける2024国際航空宇宙展に先んじて、今年2024年7月にイギリスで開会されたファンボロー航空ショーにおいても BAE システムズ社は、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機の実寸大モックアップを展示して注目を集めた。このファンボロー航空ショーにおいて、BAE システムズ社が展示した GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機の実寸大モックアップは、主翼の形状を従来のラムダ翼型からデルタ翼型へ変更した点が注視された。デルタ翼型へ変更の意図は、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機が、戦闘機間の戦闘における機動性より、飛行速度、行動半径、搭載可能な兵装量の増加を志向したものと解釈された。そして、ここで、BAE システムズ社は、参加各国のそれぞれの思惑から遅延が懸念されていた。GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機について、2025年内で、全体の設計を終える計画であると、改めて公言した。そんな流れの中で迎えた今回の2024国際航空宇宙展では、GCAP、
グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機に関しては、およそ10分の1スケールのモックアップが展示されることとなった。今回、展示されたおよそ10分の1スケールのモックアップを見るに、大きなデザイン上の変更は、先のファンボロー航空ショーで BAE システムズ社が展示した実寸大モックアップに対して確認されず、その線で固まりつつあることが伺える。よって、2024国際航空宇宙展の展示においては、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機そのものよりも、日本の三菱重工業者が公開した2種類の無人航空機に注目が注がれた。今回、三菱重工業者は、2024国際航空宇宙展において、無人航空機を小型のものと中型のもの2種類を展示し、そのローター数は、前者が1機、後者が12機を備えており、戦闘支援無人機とカテゴライズされている。小型の戦闘支援無人機の型は、今回展示されたものは、およそ6メートルほどの全長を持つ、実寸大のモックアップとなっており、本体の全部にカメラを備えたもので、いわゆる自爆攻撃用の無人機で、ミサイルのような形状と用途を持つものである。この小型の戦闘支援無人機の機体の前方側面には、ARMDOC-20X という表記がなされており、この ARMDOC とはアフォータブルラピッドプロトタイプミサイルドローンコンセプト。日本語では、安価かつ迅速なミサイル形式の無人機の試作機と言えよう。実は、この ARMDOC-20X は、今年2024年3月に、防衛省の防衛装備庁が公開した画像に、時の防衛大臣の補佐官が、三菱重工社の小牧南工場と小牧北工場を視察した中でも登場した経緯があり、その時点では、新型の巡航ミサイルと目されていた。そこには、ARMDOC-20X と共に、その4連装の発射機のモックアップも映されており、その用途は、対レーダー用のミサイルか、アクティブレーダーミサイルなのではないかという推察がなされていた状況だった。今回の2024国際航空宇宙展の展示においては、その4連装の発射機のモックアップは登場しておらず、やはり正確な運用手法や用途については未だ明らかになったという形ではないと判断すべきだろう。二つ目の戦闘支援無人機のモックアップについてだが、こちらは、およそ1メートルほどの全長を持つ実物の約10分の1ほどのスケールと見られ、これが公開されたのは、今回が初めてという状態である。この二つ目の戦闘支援無人機は、地上より離陸して、自らが搭載した兵装を使用して、敵を攻撃した後に戻ってくるタイプの兵器であり、いわゆる使い捨ての無人機と異なり、反復使用を行うことが前提とされている。こちらは、兵装についてもステルス性を確保するべく、機体内のウェポンウェイにそれらを内蔵して攻撃用途に使用するほか、レーダー等を搭載して哨戒用途にも使用するなど、汎用性を持たせた無人機と考えられる。いずれにせよ、開発元である三菱重工業者は、これらの戦闘支援無人機について、高精度な人工知能の搭載、存亡を前提とした低コストの実現、複数用途への対応、そして、ステルス性を完備することを特徴に挙げている。日本は、今や、最大の仮想敵国として、あらゆる領域において、軍事力の増強を続ける中国を念頭に置き、すでに、数の上では圧倒的に凌駕されている現状を鑑み、その脅威にいかにして対抗すべきかを模索している。そうした状況の中で、航空戦闘の分野においては、既存の戦力や今後投入すべく開発を進めている GCAP、グローバルコンバットエアシステムの有人戦闘機と、これら戦闘支援無人機の連携を視野に入れていると思われる。今回紹介した二つ目の反復使用を前提とした戦闘支援無人機に、現状では有人戦闘機が行わざるを得ない一部の任務分野を肩代わりさせることが可能となれば、高額な投資が必要な前者の負担を下げつつ、防衛力を強化できるというコンセプトだ。こうしたコンセプトを担う無人航空機を、アメリカ空軍では、コラボレーティブ・コンバット・エアクラフトと称しているが、現状では、技術的に困難な攻撃任務より、偵察・哨戒任務での早期の実用化を目指しているように見える。展示された戦闘機のモデルは、従来のラムダ翼型から、
デルタ翼型への変更が行われ、これにより飛行速度と搭載兵器の容量が向上することが期待されています。また、この展示会で BAE システムズ社は2025年内に全体の設計を完成させる計画を示し、プロジェクトの進行に自信を見せました。GCAP は高度な戦闘能力と戦略的機動性を持つ戦闘機を開発することを目標に、新たな航空戦力の獲得を志向しており、今回の展示が、その具体的な進展を示す重要な場となりました。